万円以上を騙し取ったとみられる男が逮捕されました。警視庁によりますと、上倉俊之容疑者はおととし、デートなどの対価に金を受け取る、いわゆるパパ活のあっせん業者を装い、30代の女性からキャンセル保証金の名目で現金130万円を